から飛来した謎の天体軍ガロン2031は全て回収され、徹底的な調査が地球外生命体によって届けられた無数の部品、武器かもしれない危険を冒して組み立てると、それはヒューマノイドロボットの巨大な姿を表した。国際ガロン調査委員会のあらゆる努力にもかかわらず、ロボットは何の反応も示さないまま、すでに7年の歳月が過ぎようとしています。ニュースです。ガロンは忽然と姿を消しました。危機は去った。これも人類が誇りを捨てず戦ったからです。我々はあの悪魔に勝ったのです。ガロンが姿を消して200年だ。なのに君のような若い娘が関心を持つとは、少しはお役に立ったかね。ドクター工藤、おかげで大発見です。あなたも見落とした人物を見つけたわ。わしが見落とした？ガロンの秘密は胸にあると考えられて先端技術が試された。でもシンプルな方法でコンタクトに成功した人がいた。ルースドーン博士よ。ガロンが暴れ出すきっかけを作った。とんでもない間違いよ。調査委員会はルースを追い出し、ガロンの破壊を命じた。世界を滅ぼした責任は彼らよ。サラと言ったね。君は一体？そしてドクター、あなたほどの人がガロンを発見していないはずがない。お願い、ガロンに会わせてください。ね？